西脇市図書館は兵庫県西脇市にある公共図書館。1984年市内の同時山公園に初代本館が開館した。現在の本館は2015年10月に西脇市赤根が丘複合施設未来へ内で開館した2代目にあたる。脚本家の竹内秀夫は西脇市図書館の名誉館長を務めた。西脇市は2005年に 黒田省庁と合併しているが、旧黒田省庁域には、当初から、町立図書館内し公民館図書室がなく、現在も、文館や文室は設置されていない。図書の返却は、本館の他に、市内6カ所の公民館などで受け付けており、黒田省庁にも返却スポットが設けられている。また、隣接する高町立の高町図書館でも、 西脇市図書館の増書を返却することが可能である。原本館へ移転する直前の2015年10月より、山口県の下関市立図書館など一部の公立図書館で導入されている読書通帳サービスを希望者に対して実施している。初代の西脇市図書館は1984年4月、同時山公園内に整備された体育館やホールなど、 複数の公共施設で構成される生活文化総合センター内の一施設として西脇市郷土資料館と同時に開館した。旧本館の時代には、張馬、田島地域の公立図書館により構成される万端図書館連絡協議会に参加していたが未来へへの移転を置き換えた2013年に大会している。旧本館は築30年以上が経過し、施設が 老朽化していた。新興住宅地の野村町赤根が他の開発事業において集会所や児童館、男女共同参画センターとの複合施設が建設され、2015年10月18日に西脇市赤根が丘複合施設未来への二代目となる原本館が開館した。東張馬地区図書館等連絡協議会参加館による広域貸し出しを行っており、 赤市市、加古川市、高砂市、三木市、小野市、加西市、加藤市、高郡高町、加古郡稲美町及び播磨町の居住者も、西脇市図書館の利用券発行対象に含まれ、蔵書の貸し出しを受けられる。これとは別に、西脇市と隣接する丹波市とも貸し出し協定を締結しており、丹波市立図書館との間で相互貸し出しを実施している。ありがとうございます。